あんまりおちおちしてられないっていう気にはなってると思うんですよね。いいそうか、まあ、やわらかくきましたね。でもそういうペース持っていかれないためにラウンピンをやめてんでしましたね。そっか、分の悪い勝負はしませんよみたいな、冷静に見極めてますね。おやりになりなさい、あなたたちと、はい、そっか、そこであの若手のあの熱にほだされてたらリャウピンでリーチですもんね。リーチって、ね、まあ、どうなったかは分かんないですけど、はい、それは押田さんのペースではないってことですね、うん、ってことはやっぱりまだネクタイは全く緩んでない、はい、カフスボタンも止まったまま。すごいね、押田さんが麻雀歴43年なんだけど、はい、奈良原さん40年って。そう僕あれ見た瞬間年いくつだよと思いながら奈良原さんの年齢で言うと46歳なんですよね。あ、6歳か。え、見えない、全然見えない。梶本さん梶本さん、はい、46歳です奈良原。だってツヤツヤしてるやん。ツヤツヤしてます。はい、もっと若いと思ってた。だ6歳の時からマージャンやってるってことですね。まあそうだね。すごい、歴が変わんないってことですね。変わらない。ただプロ歴がね、大下はなんといっても38年、奈良原は2015年にプロになったので、うん、プロ歴としては8年、でも8年で次団体のしかも大井隆春、河野隆、矢部隆則擁する RMU の頂点に立った、松ヶ瀬隆也擁する RMU の頂点に立ったわけなので、これはすごいことですよ。37、8の時にじゃあそこにこの世界に来たみたいな感じ。そういうことですね。すごいね、まあ、怪物と言われるのも不思議ではないか。モンスターですからね。自分がね、見た目がちょっといかついんで、はい、あのね、ネクタイピンだけは可愛いって言ってましたね。って言ってましたね、はい、全然カバーできてないですけどね。大下さん痛いね。痛いですね。ペー、まあ、はい、でも打点がつくからね、やっぱそうしたいですよね。瀬戸熊さん、あの、はい、押田の熱くなるポイント、はいはい、これはどのあたりなんですか。ああ、仕掛けた。どうなんでしょうね。浅い白のポン、まあ、はい、僕もその押田さんがな、その結構、はい、答えてバチバチ来てくれた時は結構前だったんで、うん、押田さん自身もなんかね、今よりちょっと若い頃だったんで、はい、もう達観しちゃったのかもしれない。もう卒業でも今日のこの戦いを経てね、はい、ひょっとしたらその昔の血がね、たぎって、はい、あの昔の押田幸雄が見られる瞬間があるかもしれませんよ。浅い白のポン。だって押田だって、はい、何も今のところまだこの決勝戦に関しては何もできてないですよね、はい、うん、何もできずに敗退っていうのだけはやっぱり避けたいと思うんで、ただ最後の1曲まで焦らないと思いますけどね。そっか、押田さんはやっぱりラソーヤもあるし、そうっすね、はい、相当ゆっくり見極めてくると思いますよね。さっきチョンチョンも超ゆっくり取り行ったんで、はい、わざと自分を落ち着かせてるような気がしましたよね。なるほどね、落ち着けと、うん、慌てないように、ね、慌てるなって感じで、お、このローソーのパーソー残しが生きるタイミングが来たか、はい、つも小そう、目いっぱい行くペイになるか。いや、ローソー行ったペイになった、うん、下茶がマンズだからできるだけね、マンズ切らない、はい、進行にね、進行にしたい。しかもね、浅井さんがトップ目なんで、浅井さんに上がらせるともっと楽になりますからね、うん、はい。さあ、元祖パイ効率打法押田幸雄、うん、弱い59歳にして今もう世の中をバズらせ続けています。いやー、だって押田さんがね、あの支持率は結構やっぱびっくりしますよね、はい、びっくりしましたよ、うん、はい、まあ、僕とか長い人間は押田さんの強さ知ってるんですけど、ね、本当に最近知った人も多いと思うんで、はい、うん、またこのキャラがいいですよね。まあそうですね、口調というか物腰というか、はいはい、すごくなんかこう、はい、相棒を見てるみたいな、はい、紅茶飲んでそうですもん、いい雰囲気、はい、いや、あのあれですよ、決してお日吉大丈夫かみたいな目しないでくださいね。いや、なんかでもちょっと想像できました。わかります、わかります、はい、瀬戸熊くんみたいな、なんかそんな気さえします、この選手は。どっちかというと日本茶っぽいけどな。ああ、まあまあそうね、はい、あ、でもこれ切らずに天杯、マンズ切らずにいけるかもしれない。あ、来た来た。でもツモがすごい、すごいね、これでいいシャンテン、はい、そろそろどうですか、チュンが1枚切れ、ハツも1枚切れと、はい、脂っこい自敗役愛が打たれていますよ。いや、でもね、ここでリーチっていった時に、はい、はい、トップ目の浅井さんがどこまで立ち向かうか、これはもうしょうがないから、両面両面なんですよね。もうマンズの、マンズ受けにはしたくないんだけど、3層ですかね、はい、
うわ、マンズしか引かない。でもこれはまだアテンパイですね。カンサマさんは、はい、マンズしか引きません。浅井、ついにマンズが余りました。浅井さんも勝ち上がり方がいいですもんね今日。そうそう、はい、ね、いいっすよ、うん、いいですよ。うわ、疲れちゃった。いや、打たない、まあ、この次ですよね、だってこれほとんど3番余りますよ。これはそのままつもぎり。これだっていい、あの4万と3万選べないんであれば、はい、形なら3万打ちたいですもんね。まあもちろんね。テンパイ、こっちの先だ。ドラキッテのリーチだ。これでも積もっててテンパイだから、ね、打点的にもそんな、はい、悪くないですね。トンもいたの。トンはいそうですよ。場にゼロですね。なるほど。トンは浅井さんが持ってそうかなとか。うわー、どう選べる選択、まあ、一応9万かローマンか、あとすん両万が選べる。両打ちも OK、 はい、9万かな、うん、もう9万カン様のまま、うん、この3枚ちょっとねしょうがないところ。いや、サブローピンもあるよこれ、うん、めちゃくちゃあるな。全部あるサブローピンを。サブローピンあるよ。見事見事見事、2004戦、はい、お見事だね。リーチツモ一発ドラ裏、はい、2004戦のツモ上がりは大井よ石井良樹です。このツモ上がりは見事ですね、瀬戸熊さん。見事だね。見事だねこれは。よくサブロフィン取ったね。よく取った、よく取ったね。